待て。そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか。坊ちゃんも、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に。警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら、伊達さん。女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。おっと、四代目。あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ！てめえも！六代目！甘く見やがって。死ねえ。どけ、すごい。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国道クルスタケルの名は俺が名乗るべき名だ。十数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。あ？お
踊れはこっちじゃ。岩見さん。兄貴、頭。ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ。後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立ってつかせ兄貴。兄貴立て。この死に損ないが。お前らが誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん、己の相手はこっちじゃ。おじさん、思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。行くぞ。Yeah!
てい悪く思うなよ。うん、おるわ。待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事で不甲斐、女とか火を殺せ、撃ち殺せ。はるか、
無事です。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。くそ。よくも気流の兄貴を。短え夢だったか。救急車急いでくれ、頼むよ。よかった、はるか。そんな、満足そうな顔しないでよ。死なないで、おじさん。諦めるな。ユータと、ハルトと、幸せに。おじさん、おじさん。